はい、皆さんこんにちは、マジセミの寺田です。今日はですね、エンジニアじゃなくても分かる、IT のトレンド解説をしていきますけども、今日のテーマは Azure AD ですね。まあ聞いたことはあるんじゃないかなというふうに思います。 Azure AD、まあ、Azure AD がやばいっていうような話をしていきますけども、まあいい意味でなんですけどね。で、 Azure AD って何かっていうと、まあ、アクティブディレクトリは皆さんご存知ですよね。社内にこうある従来のですね、まあ、マイクロソフトさんが提供している、まあ、認証のサーバーですよね。 ID パスワードを管理していて、まあ、Windows のログインとかですね、それを使ってこうやるわけなんですけども、クラウドになってですね、マイクロソフトさんも Office365 とかになってきていて、その中でクラウドでの ID 管理をする、サービスとしてマイクロソフトさんが提供しているのがこの Azure AD なんですね。で、Azure AD と従来のアクティブディレクトリと、まあ、実はちょっと機能の差があるんですけど、それはそれで過去マチセミでもセミナーをやっているので、おそらく講演資料もあると思うのでちょっとそれも見ていただきたいんですが、それは見ていただきたいんですけど、まあ、そこはちょっと今日は割愛してですね、まあ、大体同じようなものとして今日は話をします。つまりクラウドにおいて、クラウドにおける認証のサービスということでマイクロソフトさんがまあ提供しているのが Azure AD ということですね。なのでマイクロソフトさんもここには非常に力を入れていて、まあ、企業にとってですね、すごく重要なサービスに、まあ、今後もなっていく、ものなんですよね。で、何がやばいかっていうとですね、まあ、先日のトレンド解説で IDaaS の話をしたじゃないですか。認証をクラウドサービスでやるっていうものを、サービスをですね、IDaaS についてお話ししましたけど、Azure AD があるとですね、実は IDaaS がいらなくなっちゃうかもしれないんですよ。つまり、Azure AD も ID とかパスワードとかですね、権限を管理をしていて、かつ、まあ、SAML、ちょっと専門的になりますけど、SAML とか Scheme とかっていうプロトコルに対応しているので、もういろんなクラウドサービスと認証連携ができたりするんですよね。まあ、具体的には Salesforce とかですね、僕はあまり一緒に使わないかもしれないですけど、まあ、いろんなですね、クラウドサービスと認証連携できるわけですよ。そうするともう IDaaS いらないじゃんって話にですね、本当に結構なるかもしれなくて、私も認証のところは結構まあ長くやってるんですけども、結構破壊的なですね、サービスにまあなるかもしれないということで、まあ、結構やばいんじゃないかっていう話ですね。まあそういうことですね。ただ、まあ、社内システムとどうつなぐかっていうのはちょっとまだ課題なんですよ。で、この前の IDaaS の時には、まあ、社内システムと認証の部分、シングルサインの部分は実はもうできるようになってるんですって話をしたんですけど、Azure AD にはその機能はまだないんですね。なので、そこは一つ、まあ、ポイント、というか課題ですと。あとは、やっぱりまあ、もう一つ ID の連携がありますという話をしましたけど、そこもまだ Azure AD、まあ、社内とっていうのはなかなか難しいというところで、まあ、そこは課題ですと。まあ、ただ、もしかしたらですね、マイクロソフトさんそこまで、まあ、将来的にはやってくるかもしれないですし、まあ、来ないかもしれないんですけど、いずれにしろですね、まあ、社内システムもどんどん少なくなりますよね。まあ、つまりどんどんクラウド上にこう持っていって、で、サンブルだとかスキームと標準プロトコルに社内システムも準拠すれば、もうそういうのもいらなくなるわけですよね。Azure AD だけで良くなるっていうところで、まあ、これは結構ですね、まあ、どうなることか、注目のサービスということで今日はお話を、させていただきました。まあ、こんな感じでですね、IT のトレンド解説をしていきますので、ぜひチャンネル登録をですね、皆さんよろしくお願いします。